はい、タンドゥです。今日はですね、藤崎町の方に、来ております。白鳥とかのね、渡り鳥が、毎年ね、冬になると、よくね、飛来する川でございまして、今日はね、鳥がいるか、見に来ております。あー、見た感じちょっと今日は白鳥がいないかな。カモは結構いますね。まあ、今日はね、可愛いカモの映像をただ流すだけという動画になると思いますけど、まあよかったらね、これ見て癒されてください。まああまりね、近くには近づけないんですけど、おお、いっぱいいますね。かわいい。うん、みんなぷくっとしてるね。目がちっちゃいのがいいね。あれ、昔はね、こういう鳥とかにね、まあ、白鳥とか来てた鳥に餌をあげたりするのがね、津軽の、まあ、子供のね、冬の遊びだったんですけど、今はね、ちょっとまあ生態系に影響を与えないということで、餌やりはね、やらないようにって言われております。私もね、小さい時はこういう、まあ、カモとか白鳥とかにパンの耳とかね、よく揚げに連れてこられましたね。いやー、かわいい。まあ、これ見てください、これ全部カモの足跡で、こういう なんだろうな、花びらの形見たくなってますね。うん、餌は持ってないけども、なんとなく近づいてくる。あー、飛んでる。ゴー。ふさぎに来るとね、こんな感じで、鳥とね、近くで触れ合えるところがありますので、よかったらね、来てみてください。